お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、結構ね、豪華な食事でございます。まずはですね、四川風麻婆豆腐でございます。四川風ですからですから結構豆板醤をちょっとね多めに作りました。ちゃんとね、元を使わないで作ったんですよ。豆腐とかもね、自分で購入してね、使ったんですよ。で、店名、肉味噌を使うときありますよね。それをサージャンとか言います、サージャンかな。で、ここで、甜麺醤使う派と醤油派に分かれるんですけど、私は甜麺醤を使う方なんですけどね。だからね、どっちかっていうと、本格的な麻婆豆腐でございます。で、隣の右側の方はですね、野菜も食べようということで、鶏胸肉と、人参とキャベツのサラダでございます。ちょっと野菜の方はね、結構多めにしました。で、この鶏のね、胸肉を茹でた汁で、スープも作りました。人参とね、長ネギも入れました。で、お酒は焼酎のサイダー割りでいきたいと思います。ですね、この度ですね、私も嬉しいことがございまして、視聴回数がですね、ついに1万回を超えました。本当に皆様ありがとうございます。まさかね、1万回行くとは思わなかったのでね、本当にね、嬉しい限りでございます。本当にね、これからもね、伸び伸びとね、動画を上げていきますので、よろしくお願いいたします。で、告知もございます。コミュニティにも上げた通りね、また、カレーレトルト動画をね、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。多分予定はね、水曜日ですね。水曜日だから25日ですね。の予定でございます。お昼頃かな。よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。